チャス、キャプテンサトシと申します。ラグビーワールドカップが終わって日本ではトップリーグが始まってますが、今月ある記録が生まれました。2020年2月2日第4節神戸製鋼対 NTT ドコモ、この試合が97対0というトップリーグ史上最大得点差となりました。また全国高校ラグビー、花園ですね、直近の大会では同じく最大得点差の試合が生まれてます。ではですね、この得点差についてワールドカップに目を向けていくと、2003年第5回大会でオーストラリア対ナミビア、この試合で142点差が最大となっています。しかしですね、この142点を上回る失点記録があります。それが1995年第3回のワールドカップ、ニュージーランド対日本、145対17、この記録的な試合はですね、スタジアムがあった場所にちなんでブルームフォンテーンの惨劇と呼ばれたりしています。あとは惨劇だけじゃなくて悲劇とか悪夢とか虐殺とか言われたりもしてるらしいですね。ということで本日はこの145対17、128点差の記録を逆に破っていきたいと思います。さーてやっていきますよ。今日はですね、ニュージーランドに日本で128点差つけて勝ちたいと思います。どうするかと言いますと、まずこのゲームですね、オプションのところで試合の長さ選べますよね。5分、8分、10分、15分、20分、40分、80分、魔境のモード80分が搭載されてるんですけど、フランス人狂ってますよね。これ実際ですね、例えば5分で試合をすると5分じゃ終わんないんですよ。ラグビーって結構時計止まりますよね。その度にどんどん伸びてくんで、実際だいたい8分とか、10分近くかかっちゃったりもするんですよね。で、例えば僕20分かな、20分で試合をしてみたりもしたんですけど、実質30分かかりました。ただアマチュアで僕がトゥールーズ、このトップ14ではこのゲームの中で一番強いトゥールーズと、相手はモントーバンっていう D2 の、一番スコアが低いところですね、60だったかな、そこと試合をして20分モードで99対0だったんですよ。相手が一番弱いところを選んだからなんですけど、20分モードで日本対ニュージーランドでは多分128点差つけられないんで、40分悩んだんですけど、80分ちょっと挑戦してみたいと思います。で、相手は強さプロはですね、プロ1回僕挑戦して、5分ですね、試合時間は5分の状態でプロで日本対ニュージーランドをやった結果、一応勝ったんですよ。ただ10対7で、キック1本差ですよね。ペナルティーキック1本かろうじて決めることによって勝てたんですよ。ただちょっとプロで128点差まだ今の僕のレベルではできないということで、まず試合時間は80分、セミプロで今日はやっていきたいと思います。こちらですね、クイックマッチでもいいんですけど、リーグ、このリーグモードでネーションズトロフィーっていう、このゲームの中ではワールドカップモードというのがせっかくあるんで、ワールドカップの舞台でね、あの雪辱晴らしていきたいなと思います。ブルームフォンテーンの惨劇逆に返してやろうかなと。日本はちなみに今年2020年の10月31日にニュージーランドとテストマッチが決まってるみたいですね。そこまでにというか、今日で128点差つけて日本にエールを送りたいところではあります。さあ、まずは80分戦っていくメンバーを決めていきます。先発3番が浅江になってますね。強いんですけど、ジオンの方がスクラムのスコアが高いので先発ジオンにします。あとはですね、福岡堅樹、この人がなぜかベンチ外にいるので11番レメキと交代します。センターはこのままで、14番も松島でいいでしょう。フルバックがですね、トゥポースコアが61なんですけど、キックが45なんですね。で、それ以外の、どこだったかな、山中フルバックですよね、キック82なんですよ。だいぶ差があるんで、スピードもちょっと高いんですよね。なんで山中にします。結
構フルバックはキック、特にフィジカルで負けてる相手にはキックを対応するので、足の速めなね山中を入れます。松田力也は結構使いますよね。フルバック、センター、スタンドオフができるので、誰か怪我したところにね代わりに入れられます。と、まあフロントローは必要なんで、このままですね、バルと、石レギ、ロックもできるっていうところをフランス人がちゃんと分かってくれてよかったですね。トンプソンも必要ですね、ロック。ツイ・ヘンドリック、フランカーとナンバーエイトができる。でフミさんも一応スクラムハーフいなくなっちゃうとね困るんで入れときます。トゥポーですね、フルバックとセンターは一応松田力也ができるので、ヘルウベを入れましょうか。トゥポーの代わりに、これでバックスが2人、フロントローが1,2,3と、でバックローとロックがいるじゃないですかね。さて、それでは80分で試合を開始していきたいんですけど、実際80分動画にするわけではないです。多分実尺ですね、2時間を超えるかなと予想してますんで、まあその試合をですね10分ちょっとにまとめて、まあ、早送りを使ってね皆さんには要所要所をお見せしようかなと思います。それでは行きましょう、キックオフ。さあやっていきましょう、80分モード。実はエラーで何回か落ちて80分モードをやるのはこれが4回目だったりします。落ちないでください。さあ行きましょう、ストップウォッチを押すのを忘れてた。一応時間も計ります。とにかくね、キックでまずはゲインをしていって、前線の方でブレイクダウンを作っていく、ラックとかですね。そうすると、セミプロぐらいだったら、簡単にターンオーバーできるんですよ。こうやって蹴り返してくることもあるんですけども、おお、プロレベルやん、セミプロだよねこれ。何やってんの、あれ山中だよね。うわ、128点差つけなきゃいけないのに、しょうがない、フィジカルの差がこういうとこに出てるのかもしれないですね。振り返していく、Lining up the conversion to add the extra two. キックはね、この最初の倒す、最初にスティックを倒すときが一番大事ですね。そこから修正が効かなくなるんですよ。変な方向一回倒しちゃうと、もうなんか曲がらなくなっちゃうんですよ。Great catch. That was not easy. マーク、マーク、マーク。OK。こうやって22メーターラインに直接相手がボールを蹴り込んできて、それをノーバンで直接キャッチするとマイボールになりますね。さっきみたいなフェアキャッチっていうんですけど、フェアキャッチをするには22メーターラインの中でマークって言ってキャッチをします。いけ、いけるか、いけた、イエス。いや、まだまだだよ。いや、えぐい角度だな、これ。どうでしょう。
ったんじゃない ?OK。これで7点差。出たハイパント。また危ない。接戦を演じております。128点差つけると言っておいて、これで0対0に戻りました。まあまあ。現実の時間では今5分経ってるんですけど、ゲームの中では3分らしいんで、とりあえずまだ焦る時間じゃない。先頭が言ってた。ここでブレイクダウンを作れば、はい、もらった。めちゃくちゃ嬉しそう。どうなってるそれ。いいパスだ。ラファエレっぽい。抱きつきに行ってました、ね、これは決めていきたいが、決まるんじゃない、okay、これで7点差。いけ、決めろパワー。スクラムのど真ん中を突っ切っていくスタイル。スクラムトライがね、なんか取れる気配がないんですよね。ただ、A ターンはすごくゲインができます。A ターンっていうのは、ナンバー8の、まあ、単独攻撃のターンなんですかね、多分。特に何の疑いもなく A ターンって、現役時代は言ってましたけど。ナンバー8がボールを持って突っ込みます。はい、おぉ、しょうがない。もっと真ん中で決めたかったですけど。That's right, Nick. But I think they can go even further and put themselves completely out of reach. と、あ。36点差かな。ピンピン怪我した。最悪や。前半14分なんですけど。これはいけたか。あっ、ダメか。で、迷子。うわぁ。ゲット。ゲット。OK。トムソン、トムソントライ。取った、手伸ばした。ガラ空きだぜ。OK。ガラ空きだぜ。前半だけで100点いけちゃう。よっしゃ、田村が取った。はい、もらった。
これで決めて99点。ちょっとこの角度どうか決まるでしょう。99点でしょ。85点差ですか今。スクラムのど真ん中を突き切って、さあ100点いきましたよ。OK。 ピョン、アドバンテージもあるんで取った。今100点差ついたってことか。よいしょ、とりあえず前半終わった。やっと終わった。もう55分経ってる。見てください、この右側、僕の日本の選手たち全然疲れてない。なんで5分モードだと半分以上減ってるはずなんですけどね。まあいいでしょう。じゃあこのまま行きましょう。後半、はあ、あと1時間か。こうなったら200点いきましょう。後半スタート。いけ、またモールトライは1回も取ってない。いけた。しゃ、いけ、もうフォワードいっちゃう。いいねラブスカフリー。姫野強い。嘘、19点目当たりてしまった。あ、しかも21点になるのこれ。いた。ほら、そんな。まあまあ点取られてきたな。16点か。セクストンとかはいいですよ。あれ取った。ナイス。取った。1。これ決まれば161点。もう128点差ついてんじゃないですか。これはついてますよね。アホの俺でもわかる。130点以上ついてる。135点ぐらいついてるのかな。ちょっとなんでドロップキックすんの。スミス recovers the ball and a ruck is formed. Japan win the ball at the end of the battle. あとはもう200点を目指す。大丈夫っすか、あなた。うわぁ、足かられたね。痛そう。いけるんじゃない。いった。おぉ、笑えよ、稲垣。笑っていいんだぜ。笑ったな、今。まさかのフミさん。パワープレイでトライ取りに行ったね今。180点。いいでしょう。ガラ空きだぜ。There's a little bit more insurance for them now. They've just increased the lead with that try. Yeah, and they know they mustn't let up on the pressure. これ決めたいな。これ決めたらあと、あ、ちょっとどうだこれを。あ、届かなかった。Oh, no, that is well short. くそ。あと8点になっちゃった。He's gathered that ball really well. まあいけるでしょう。He's kicking out of his own 22. ここまで来たら。うわっ、怒涛の攻め。相手が疲れたところを攻めるのがジャパン。自ら通る、早えなあいつ。
そして強い。そして誰もいない。はい、これでキックを決めても1点足らない。マジでさっきの大丈夫これ。オッケー、199点。何が何でもあと1点、1点はないので3点か5点か7点を絶対取る。Still in possession of the ball. Solid handoff there. Great tackle. They've managed to keep possession of the ball. The ball comes from the end. Smith, recover. 狙おう。三点取ったろう。いや待てよ、どっちがいいんだ。いや、いける。田村優ならいける。さあ200点差つけてやろうぜ。200点差じゃないけど。集中。いけ！な、返す、返す、返す。アドバンテージ、これはもらった、この距離はもらったでしょう。ほい、決めてくれ。しゃあ、きつわ、202点、やりました。80分モード、日本を使って、まあ、相手はセミプロなんですけど、ニュージーランド相手に200点以上取りました。ということで時計をストップします。はい、80分モードかかった時間は2時間8分13秒でした。きっつい。また先の話ですけど、10月31日日本対ニュージーランド、ニュージーランドが日本に寄るっていう話なんで、多分ホームゲームになりますね。まあ、見たいんですけど、それ以上に勝っていただきたい。ぜひね、こんぐらいの点差で勝ってくれると嬉しいです。次回はですね、こういう試合で何分で難易度はどれくらいでもらえる SP がどれくらいになるのかっていうのをちょっとまとめてあるんで、お伝えしたいなと思います。ということで、本日は80分の試合やってみたでした。フランス人はちょっと頭のネジが飛んでる気がします。本日は以上です。お疲れでした。